まれたの5は疑似恋愛について、10年間引きこもりの水の社会復帰をテーマにした物語を公文先生が作るドラマです。クリエイターは物語のヒロインに感情移入疑似恋愛する人もいる。水、架空のヒロインは私、公文先生、物語の中限定だ。水、今目の前に存在する2次元と3次元の狭間、 2.5 次元のヒロインとして私を見つめている。もしも私に触れたら3次元リアルになるんじゃないかと言います。恋愛心理学では、例えばアイドルに対して疑似恋愛をするなどはよく言われると思います。手の届きそうな距離にいるが現実には届かない絶妙な距離感、自分の容姿などに自信がなくてもアイドルは気持ちを拒絶しない現実逃避の手段になると言われているそうです。他にも2次元のキャラクターに愛情を抱く方もいるそうです。現実の異性に対する苦手意識、自分の容姿にコンプレックスがあるためなど言われているそうです。架空のキャラクターなどにのみ惹かれるセクシャリティはフィクトセクシャルと言います。